さあ、じゃあ行きますか。の前に、これをやっとこう。ピンポンパンポン。バトルお助け機能、タイマー自動拡張マシーンが完成しました。キノピオタウンのバトル研究所までお越しください。こんな商品あったっけ？こちら変なキャラクターものとか扱わないんですけど。嬉しい楽しい超便利アクセサリーはいかがですか？お、めっちゃいいやんけ。バトルで受けるダメージを減らしてくれる。変えましょう。バトルで受けるダメージを減らしてくれる。アクセサリーやプラスメニューのアクセサリーで装備をしないと効果がありません。同時に装備できる数は限られているのでご注意ください。あたりに困っているキノピオがいると音が鳴る。あ、これいいね。ちょ、これも買っとこうぜ。うん。この二つはまた後々でいいかな。あ、そうだ。アクセサリー、ガードプラス、減らして、音が鳴ると。あいつやるな。そう、分かってるよ。無理なんだって、そいつ。ちょ、間違えた。間違えたし、こら。こら、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 こら。あいつ、どうやったら、ああ、むずい。めっちゃむずい。お、なんだ、ここ。いらっしゃい、つけ道へようこそ。本陣の、本村の拡張リニューアルして営業再開中です。わかってる。うん。あれなんやろ？ちょっと無理なんだってよ。めんどくさいわ。いいや、今。いいや、今ってなんだ？どうした？ねえ、マリオさん、HP がアップして本当に強くなったか見てみたいです。今のマリオさんならクリームを黒いハンバーガーを見つけるだけでバトルせずにやっつけられそう。え、嘘！あ、ほんまや。あ、ほんまや。よいしょ。え？あ、あ、こいつ、いたんか。こいつやったんか。やはー、なんか、逃げてった。ああ、なるほど。こんなとこ、あったんや。知らんかった。ありがて。よし。じゃあ、行こう。音が鳴るからね。近くにいたら、ちょうどいいよ。え？あ、これか、もしかして。道に沿ってこの山を登れば、あたりの景色を楽しめる見晴らしタワーです。マリオさん。私はこれを伝えたくてずっとお待ちしておりました。来てますけどね。道中怖い。え、何？どっかにおるな。あ、こんなところに、行けるとこあったとは、それ知らなんだ。ほらよ。まあ、落ちる。折り紙にされたくないよ。落ちたあれ？いやー、ありがとうございます。これで地に足がついた。生活ができます。そういう問題か。まさかすぎたな。あんなとこにもいたんか。え、こっち違うやんけ。あいつ違う。あの上か。そういうことか。こいつじゃね？ワンちゃん。違うわね。あの上か、まさか。何かあるんだよな。あ、なんだ？
ああ、何かいた。どこに隠れとんねん。ありがとうございます。さすがにこんな看板の裏とは思いませんよね。思わん。誰も思ってない。びっくりした今、ほんまだから。せいや、おお、来た。あちらのバッグに入ったきなりあって、私が初めてじゃないですか。ある意味すごい希少なキノピオを発見した。キノピオどこにおるんか分からんけど、まあいいや、まあいいや。さあやるぜ。もう B でスキップしていきますね。一回見てるんで。よし、乗りすぎますわよ。せいや、せいや、ドボンがドミさん、ドミベロンって。あ、おもろいな。よし、終わったね。ほら、綺麗に盛り下がっちゃいましたわ。こういう後ろには何もいなさそう。なんか一匹見逃してそうやけど、まあいいや。行こう。さて、見晴らしタワー入ってきましたね。うわぁ、すげぇ。うわぁってなる。美味しそうなバナナ。このバニラさんの大好きなキノコもありますか？違う、絵か。すっごくリアルで間違えちゃいました。あ、マリオさん、真ん中に大きなスカスカーナ。これだけ大きいとコミッピルがたくさんいるそうだそうね。そうやね。オッケー、ナイス。とっても大きな穴だったけど、薄くりましたわ。挟まってますね。あら、これもしかしてお兄上のお顔かしら。あ、とっても上手。壁の絵と同じ方が描いたんですわね、きっと。え、お兄上。これってもしかしてお兄上は知ってる誰かが描いたってことかしら。その通りでしょうね。引っ張ろう。かけいまじ無理に引っ張って破れちゃいます。ごめん、ごめんね。おお、来た。何、キノピオかい、お前ら。びっくりした。くるくる巻きの癖がついて巻き髪になっちゃいました。びっくりした今、ほんま。適当に叩いてただけやのに。調べる。ピンポーン。やあ、助けいただきありがとうございます。マリアさん、見下ろしたわよ。とうとう最上階からの絶景をぜひお楽しみいただきたかったのですが、お腹がくっかくで大きな口でいろんな牙が生えた怪物に襲われました。この爆撃も全部あいつの仕業です。マリアさん、お気をつけて。マリアさん、それってやっぱりお兄上の仲間かしら。あいつなんて怖いけど、マリアさんがいるから大丈夫ですもん。よね。聞かれてもな。あ、なんかおった。オッケー、そういうことか。マス切るといける。しまいましたけど、ちょっとした気分に楽しかったです。ちょっと外から折り紙、あ、お、どうした。は、外に棒みたいなものが刺さってます。これじゃ外に出られませんわ。まったく迷惑な棒ですけど、とりあえずタワーの上を満たすしかないのかしら。え、マジでなんやけど。あ、じゃあ見た。
バカやったちょっとバカやったかな。ないんですがね、これまさかないな。それはないな。んーならもう上に行くしかねえな。これは調べる。ああ、登ろうと思ってない。あれは何かあるぞ。ねえマリオさん、エレベーターといえば私やってみたいことがあるんです。それでは上に参ります。エレガ、エレベーターガール、略してエレガ、エレガミかな、エレガミエレガミなんて、そういうしゃれたことを言ってる場合でもないんやけど、まもなく4階展望フロアでございます。ワイドレスマリオさん、私一度でいいからエレベーターガールやってみたかったんです。紙テープの帰りは下へ参ります。お、やりますね。はっはっ、なんだこれは。あー、危なかったですわ。これ何かしら、とんがった棒みたいな。これどうしよう、これじゃあエレベーターガールができないんですわ。そういう問題かよ。マリアさん、この危ない棒、あっ、この危ない棒、なんとかしてくださいこらこらこら、ほらほら、おい後ろか、あとほら、おい、ペタ、あった、下へ回ります。言ってる場合か言ってる場合かよ。痛い、まもなく4階だったのに一気に1階まで参っちゃいました。参っちゃった、参ったわ、参った、なのか。おい、クリボーがいっぱいある。待ちたまえ、そういうの。うわ、えぐ、龍がえぐ。どうぞ敵を並べろ。よし、これで終わり。クリボー、雑魚並べたところで一緒よ一緒よ。よいしょっと。どうよ、終わったー、よかったよ。さて、どっかにおるんだろう。ここでこうなってる。ここら辺じゃね？いや、こういうところかもしれない。どこやろ、邪魔。あ、巻き髪や、赤巻き髪、血巻き髪。なんかちゃんと言えてなかったよ。まあいいや。おおお、あ、こいつら、まさか。よいしょ。これ、気のピューやったんか。わからなかった。一ミリを取ってるだけだって、なんて退屈なんだ。黙って我慢強いな。どういうこっちゃ、もう。やはー、やらしたわ、やこそ。お腹がすいたら2回ならしたらいいんだぞ。よいしょ。やはー、いらっしゃいませ。ここはお土産コーナーです。こういうお土産品じゃ、マリアさんの役には立てませんよね。代わりに私のやつのクラッカーをお売りします。ぜひお立ち寄りください。ありがとうね。よし、じゃあ上行きますか。もう、なんもないの。って思ったら何かあったりする。そういうことたまに。お？開ける。なんだこれ。あらら、上に行く階段がすっかすかのすっかすかですわ。これは紙ペラがたくさんいるかも。そんなに集められるかしら。
おお、びっくりマリアさん、ちょっといいですか。そこのレストランで飲食店によってはならない大惨事を起きようとしています。このままでは恐ろしくてキッチンに何人にいられません。ああ、恐ろしい。大惨事がちゃんとのせいでいただけないでしょうか。もちろんお礼はいたします。そんなに。うん、なら行くしかねえな。開けよう。さっき行こう。それがいい。これは関係ない。何が起こっているのかな。お、なんだ、どこだ。食べる。おお、コインは、コイン払わずに勝手に食べちゃったけどいいのかしら。いいんじゃね、いいんじゃね。開ける。ああ、助かりました。狭いところに入れられたせいで音が、首がちょっと痛いです。コリコリ兵の奴らが清潔のキッチンであんなこと。ああ、これ以上怖くて言えない。そっか、怖くて言えないか。うん、ん？何かないの？お、あ、マスク、これか？違うな。あ、ちょっと待って。そういうことやな、思った。ここら辺でな、音なの、なんなんやろ。これでもない、これでもない。なんだこれは。なんだ、何かいるのか。お、 XX。 あ、なんだ、レストランで、ん、ああ、なんか X って直ったから何かな思った。まあいいや、行こう。まあいいや、行こう。おお、やべ、びっくりした。めっちゃびっくりした。おお、こんなところに、キノピオが。目玉焼きにおられるなんて、そんなに私、目玉焼きに似てますか？似てた。似てるね。色だけ似てんじゃねえかな。ん？読む。キッチンを清潔に、手を洗おう。生ゴミの放置禁止。うん。え、開ける。ちょっと怖いな。ほら、うおーい、うおー、びっくりした。ほら、って、なに。あ、ここにいた。いた、なに。どこ？あとどこにいる？あ、じゃ。あ、ほら。よいしょ、ナイス。あとどこや？この中や。オッケー。ほら、どう、ん？こんなところにキノピオが。生ゴミと一緒にしてるなんてひどいです。ちょっとびっくりしたかな。あ、このさ、何かいる。うん、それは分かった。あんな上、どうやって行くね、あんな。は？待って。ここ行けんじゃね。ほら、おお、何かいた。いやー、突き突っ込んだらいいってもんじゃないですよ。やろうね。オッケー、行けた。これで簡単やね。という回りやがった。という回りやがったな。よいしょ。ナイスー。ありが
ありがとうございます。もしかして私もね、ユーマにちゃいました。いや、バレてはないと思うけど。あー、結構きつい。あ、ここ行けるのか。あ、それは知らなかった。オッケー。よいしょ。ねえ、ここから俺が異変に投げ入れられたんです。痛いですよね。でもやっと考えたらここから入るっていい無理してますね。相手を褒めてどうすんねん。悪役やねん。ん？あとどこかにおる？いなくね？こっちにもおんのか。おら、ナイス。んで、いた。ちょっとこら、こら、やめたまえよ、こら。おら、終わったんじゃね、これ。4人連なってる。4匹連なってんで。どっかにおるなぁ。あ、いた。ほら、いないなぁ。あ、あんな上にいやがった。見えた。見えた。オラよ。終わったかな？まだいそうだね。あは今わかった。ここや。ほらよ。こんなところにいると思ってる。お、終わったかな。レストランがめちゃめちゃです。うんうん。それは知ってる。この下？いないな。うん。いないよね。もうね。確かに私子供の時のあだ名は目玉焼きでした。目玉焼きやった。どんまい。目玉焼きってあだ名珍しくね、めっちゃ。これで終わったんじゃないかな。ちょっと会いに行こう。お？なんだ？やっぱいないよな、なんか。ちょっと行こう。終わったぞ。恐ろしい気配がしない。もしかして大惨事を解決してくれたんですね。やあ、ありがとうございます。こちら、お礼の紙っぺらのネジ切りです。やったあ、来た。マジか。紙ペラの時は無理なんか。ん？よーし、終わった。よかった。で？おう、こんなとこにあった。ナイス。あ、後ろにおるな。あがす。ゲリ。ねえ。え、これ私？全然似てない。私は、赤ピラ、キノピラじゃなくて、青キノピラです。あ、失礼しました。マリアさん残っても仕方ないですね。助けていただきありがとうございます。これどうぞ。お、キノコゲッツ。あらっすね。あんなところにキノピラがいたとは。多分、ここのことを指してたよな、さっきの。
チャリーンってマークは。何かあんじゃね？なんもないのかな？気になって行ってみたら？無理か、オッケー。なんもなし。ここですね。あ、これね。違うね。違うの？え、違うの？押しても開かないみたい。この中に入らないと上まで登れなさそうだけど。なんだあれ。うおぉ！ゾウですわ！うおぉ！おい、無理じゃねえ、それ。もういっと。開かないです、あった。あ、そういうことできる。あ、わ、ちゃっと見せた。無理やね。オッケー。またあの子、どこから飛んでくるの？危なすぎますわ。お、え、私の顔に何かついてます？ああ！あ、そういうことか。そこ、あかんか。そう。つくそう。そこ、なんだと？違うのか。この方法違うのか。あ、間違えた。あ、いや、ここや。よし、今見えた。今見えた。ロット、ナイス。20ゲット。せいや。これでしょうね。そんな気はした。遅すぎ。うわあ。おお。うわ。やば。うおお。うわあ。あ、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 怖い。怖い。怖い。マジ怖い。怖っ。は、うぅやばすぎやろ。まあ、下まで来たからいいけど、登ろう。怖っ。うおぉ止まったら即終了するやつや。おぉ怖っ。